私の両親が最初にデートしたのが、ラーメン屋さんだったんですよね。多分そこから始まってるんだと思うんですけど、あの両親は無類のラーメン好きで、まあ、小さい時からこう母親がよく、まあ、麺類を調理してくれてたので、多分それの影響だと思います。なんでスキーダムかっていうと、日本で Google でその食肉加工場とか問屋さんを検索してたら、全部スキーダムの中にそういったレストラン関係の、専門店があったんで、あスキーダムっていいなって。しかもなんか私スキーが本当大好きで、スキーっていう名前もいいな。ね、スキーダム、アムステルダム、ロッテルダム、スキーダムってなんか大都市の語呂がなんか並んでていいなと思って、で、まあ、スキーダムにで来てみたら、この景色と風車の景色と、ね、小麦粉屋さん、小麦粉の工場と、でこの居抜きの店が開いてたっていうね、その偶然が重なって、もうここしかないっていうんで、このスキーダムに決めた次第ですね。Saito is hier op bezoek gekomen tijdens Nationale Molendag en die kwam dol enthousiast kwam die boven. Hij vond het echt fantastisch dat zo'n oude molen meel maakt. Dus hij wilde er heel graag een proef mee doen om daar zijn noedels mee te kunnen maken. En dat is ontzettend goed bevallen, dus ja, hij koopt hier het meel. En het is natuurlijk heel bijzonder, hij heeft vanuit zijn restaurant kijkt hij op de molens. Dus dat is, ja, hoe mooi kan je het hebben. En Schiedam staat echt bekend om zijn molens. Dus ik vind het ontzettend leuk dat we een mooie samenwerking hebben. Dat hij een heel mooi product maakt. Natuurlijk totaal niet Nederlands, maar wel met een product uit een oer-Hollandse molen. En dat, zo komt dat samen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. そのフェニックスフードファクトリーとか そのポップアップレストランを手伝う中で、いろんな粉を試してこうその友達になった彼の、仕事を手伝いしてた中で、まあ、アルバート・ハインとかもコープとかデルフト その風車の粉とかいろいろ、なんだグルテンフリーの粉とかいろいろ試したんですけど、やっぱり今のこの配合のものが自分の中で今のスープにベストマッチ、スープにすごい合ってるって思うんですよね。そのコシだったり、その艶やかさ、色目、あと香りと味ですかね。もう人に売らなくていいんでね、ここで使うだけなんで、保存料とか、全てにおいてすごい自分のスープに合う、まあ、横浜家系のそのスープに合うんじゃないかなって思って今の配合にしてます。まだこれから改良の余地はあるんですけど、今の麺はすごく気に入ってて、スープに合ってて美味しいって思います。私のスタイル
というか、まあ、ラーメンは中国から渡ってきた中国がオリジナルの食べ物ですけど、まあ、日本流にこう、まあ変わってきたというか、まあ、進化したというか、もう日本食になっちゃってると思うんですよね。なんで和食の特徴であるその素材ごとのね、旨味を引き出すっていうことを意識して大事にして作ってます。でその素材の組み合わせによって旨味っていうのはこう何倍にも膨れ上がるんで、そのね素材同士がこう旨味をね高め合えるような、そういったレシピにして、なんかソースとか調味料に頼らないで、できるだけ素材の旨味だけで、提供できるような、そういう一杯を今目指して作ってます。Like you know, something like that, right? So, yeah.